ロスターアニマシェン。ヒーローがこんな孤独なものだとはな。いや、そういうことじゃないんだよな。クソ、そんな一大事を見逃すなんて。思った通りだ。忍び装束は五大国それぞれだがな。お前は俺の全盛期を知っているというのか。さて、二個目はどうする。俺に会いに来てんのか。それよりも何だったんだこいつ。数秒だ。よく見ておけ。もう、なんだこれ。ああ、現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。いいか、この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。俺は埼玉ヒーローをやってるものだ。だから俺を相手に力を試した。確か力試しがどうとか言って俺に戦いを挑んできた。なんとなく前とは違うな。どういうことだ。一体何をした。まあ今の力ではこんなところか。いや、武術を体験したくて。賞金もだけど。お前らは俺の作った失敗作だな。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。なんか余計退屈になりそうなんだけど。いや、今はとてもそんな気分じゃねえよ。これらは因果関係にあり、切り離すことができる。本来はな、友であろうと我が子であろうと。はあ、怪人倒さなきゃヒーロー名乗れねえじゃん。お、いや違うか。誰かにヒーローを名乗りたいから。最高のヒーロー、すごいなお前。相手が勝利を確信したタイミング、ガキどもにやらせ、やはりお前は姑息なやつだ。さて、はあ、しかし何やってんのお前。いや、そうだけどさ。芝生転生。はあ、お前それじゃ生き残れねえぞ。なんでって言われても興味ねえし、最近はそこまで暇じゃないし。旅行、干された時間は少ないとな。残念だ。世界の救世主たる俺がな、白魔の間違いをようやく正したのだ。お前たち木の葉の者は認めたくないだろう。まあよくわかんねえけど、今ちょっと忙しいから。ダメだ、思い出せねえ。この血の味、この痛み。そうか。だって怪人だけじゃなくて、あんなチンピラまで相手してたらキリねえな。俺一人分なら地図を書き直す範囲が狭くて済みそうだから。
次はお前ら。しかし王ども。今襲いかかってきたやつ、知り合い？今何が起きてるか知ってる？持っているな。これで少しは楽しくなるか。待てよ。まさかお前らヒーローになりたい。だから俺を相手に力を試した。そうだ、貴様は見やしないが感知ができる。ならば内浜だらも全力で答えよう。